近藤光文、近藤光文、近藤光文、1947年、昭和22年7月12日隊は、元、毎日放送アナウンサー。現在は、昭和プロダクション所属のフリーアナウンサーとして、関西を中心に活動している。身長170センチメートル。愛称は、コンちゃん。出演番組などでの自己紹介で、コンちゃん。 近藤光文ですということが恒例になっている。岡山県岡山市の生まれで2009年平成21年には社団法人、現公益社団法人岡山県観光連盟から岡山観光特使2015年平成27年には宮崎県から宮崎応援大使を移植れている。岡山市生まれの大阪市安倍野区、兵庫県西宮市育ち。 1963年、昭和38年4月に、西宮市立西宮東高等学校へ、第一期生として入学した。高校時代には、産学部に所属。卒業後に学習委員大学の文学部へ進学したが、再受験を経て、翌年に、早稲田大学社会科学部へ入学した。早稲田大学への入学後は、放送研究会アナウンス部からの出向扱いで、 ナレオハワイアンズ、同大学の音楽クラブに所属するハワイアンバンドのライブ司会者として活動していた。1971年、昭和46年4月にアナウンサーとして毎日放送へ入社した。同期のアナウンサーは野村啓治。現在はフリーパーソナリティと平松国を後の大阪市長。アナウンサーではないが、 同局及び MBS メディアホールディングス現会長の川内和とも同期生にあたる。毎日放送への入社後は、ヤングを、おう、MBS ヤングタウン、スタジオ2時などの公開番組や、MBS ラジオの生放送番組、6時半です。おはよう、コンちゃん、電話大好き機関長などに出演。出演番組では、 同魔声と自称するほどの大声による関西弁での司会、フリートークなどお笑い芸人顔負けの個性を発揮していた。また、小池清がアナウンサー室長を務めていた1983年には小池の依頼で先輩アナウンサー、当時の斉藤勤と共にアドリブランド、曲アナが全員揃って出演する日本初のテレビ番組のがオリズワン。 1984年1月から同番組の放送を開始してからは、数々のキャラクター、ハジソン博士などを演じたり、番組恒例の時代劇企画で、歴史上の人物、ミトコーモンの格散に奮したりることが多かった。1984年度のアノンシスト賞で、毎日放送アナウンサー室がグランダプレミを大賞を受賞した企画、旧冊 VS 新察では、 伊藤博文役を演じている。1989年の人事異動では、アナウンス室に席を置いたまま、毎日放送地差と旧放送センターなど数カ所に分散していた同局の本社、制作機能を、現在の社屋、大阪市北区茶屋町へ集約させるための社プロジェクト、茶屋町再開発プロジェクトチームにも配属。やがて、チームの活動に専念するため、アナウンス室を離れた。 しかし、1992年、平成4年8月、当時の妻の健康上の事情などを理由に毎日、放送を退職した。退職後は、毎日放送への入社直後に出張で訪れた際に、見た綺麗な海を忘れられなかったなどの理由からタ七へ移住。現地で、日本人向けの海外挙式会社を設立すると、タ七観光局から正式に観光業者としての、 登録を受けた。1997年3月にはニューカレドニアにも同種の会社を立ち上げている。フランスがタヒチ近海で核実験を実施した1995年、平成7年以降は風評被害が観光に及ぼす影響を払拭すべく NHK やタヒチのテレビ局のインタビューに登場。タヒチ観光局からの依頼で日本のテレビ局に対して 観光立国多七の安全を訴える PR 活動を展開したこともある。2000年平成12年9月に日本へ帰国、詳細はエピソード多七からの帰国、放送業界への復帰を参照。翌月には MBS ラジオの新番組、こんちはこんちゃん2時ですよ。現在のこんちこんちゃんお昼ですよ。で、ラジオパーソナリティとして同局の番組に復帰した。 以降は同番組を中心にフリーアナウンサーとして活動の幅を広げている。2003年、平成15年9月から半年間、コンチハコンちゃんと並行して読売テレビの情報満載ヒルまで、スっピンで司会を担当、毎日放送以外の放送局の番組へ初めてレギュラーで出演した。2007年、 平成19年1月には、ドラマ30シリーズの、家族全在、MBS 制作、TBS 系列に、友情出演。2009年、平成21年9月18日には、コンチハコンちゃんの放送2000回到達。同年9月25日を前に、阪神甲子園球場でのプロ野球公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープで人生初の、支球を経験した。 コンチハコンちゃんの中で学生時代走るのが早かったと自慢している。また、コンチハコンちゃんの企画で自身の作詞、歌唱による楽曲、とぶきの CD を制作。2010年、平成22年12月には同番組月曜日で共演中の大平、サブロー芸能生活36年記念題、アカン、タレ芸人の歌に寄せの支配人役で出演した。 2009年からは、同番組とローソンのコラボレーション企画で、地域、期間限定発売の食品をプロデュース。2012年、平成24年9月1日には、自身の反省や、コンチハコンちゃんの番組誌などをまとめた初の著書、コンチハコンちゃんお昼ですよ。夢が我が家にやってきた、以下、夢が我が家にやってきたと、略記を発売した。趣味は、日曜大工。 機械いじり、ゴルフ、釣り、ショッピング、N ゲージ、隙間風、杉良太郎をはじめとするカラオケなど。N ゲージについては、現在の自宅の一角に、かつて、岡山市内の実家付近を走っていた、最大寺鉄道沿線の風景を特注のジオラマで、再現している。過去に3度の婚姻歴があったことを、コンチハコンちゃんなどで、自ら公表済み。 2013年3月17日に大平三郎夫妻によるナコードで四度目の結婚式を挙げた。四度目の結婚時に共演歴のある赤シアさんまから趣味が結婚、特技が離婚というキチースピーチを受けたとのこと。2016年7月1日に年の差による正確な不一致などが原因で四度目の離婚となった。毎日放送アナウンサー時代。 フリーアナウンサー転校後、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。